CM の後はふわふわ中継です。あの大人気の粉もんグルメが大変なことになっちゃいます。粉もん、はい、続いてはふわふわ中継のコーナーです。はい、今日もふわふわメンバーがリポートしてくれます。あ、ん？どうした？どうした？お、ライブ中継もうちょっと、まだかかるんですかね。じゃあ、エイヒルについてかな。エイヒルって知ってんの？そもそも、はるかちゃん。わからないです。なんか干してあるんですよね。エイってわかる？エイ、あの魚、こういうなんか大きいやつ、マンタみたいな。そうパクパクみたいな。 あそこの端っこのビラビラじゃん。おお、わかる。あの縁側みたいな、うん、こういうとこ、そうあれを干したやつ。もう本当に美味しい、旨味がね。もう言いたいけどさ、来ちゃいましたから。はい、ではふわふわ中継です。お願いします。はい、中継先のリポーターさん。はい、皆さんこんばんは。ふわふわの中野あゆみです。リポーターはあーい、みーにお任せ。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今どこ？はい、今日はスタジオから6分から7分くらい歩いて浦原宿と呼ばれるところに来ています。竹下通りを突っ切って信号を渡り、さらに原宿通りを進んだ遊歩道のあたりにいます。はい、私の周りは結構人通りが少なく、確かに静かな雰囲気になっています。すはい、こんな感じです。真っ暗。はい、うん。今日はどこに、はい、今夜は私のリクエストで、なんとですよ、激辛グルメをご紹介したいと思います。激辛、辛いの大丈夫？大丈夫、はい、結構辛いよ今回。はい、大丈夫です。知らないけど、はい、でも辛いものは得意じゃないんですけど、うん、はい、今年はねやっぱり苦手を克服したいということで、自らスタッフさんにリクエストさせていただきました。はい、ということで激辛グルメのスペシャリストさんに来ていただいています。どうぞ。こんばんは、フードアナリストのキムソンヒです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お待たせします。はい、何回目の出演になりますか？今回で3回目のご出演ですよね。はい、中華料理のやつかもあった。ありましたね。はい、キムさんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、料理を作る人の資格に調理師免許がありまして、これに対して食べる資格にフードアナリストというのがありまして、はい、キムさんは一級の免許をお持ちなんですね。はい、フードアナリスト一級。その卓越した食の情報から、はい、情報力からメディアでの発信、はい、商品開発などにも携わっていらっしゃいます。はい、中でも辛い料理が大好きなキムさんは激辛メニアとしても、はい、活躍中なんです。はい、激辛得意なんですね。はい、スペシャリストですけれども、はい、こんな感じで2人で行きますか。はい、今日もお願いします。お願いします。はい、行きましょう。行きます。これ近く。なんか、はい、今日寒くないですか？すごい気温が低くて。薄着ですよね。はい、大丈夫ですか？結構春服です。はい、寒くても温まるでしょう。暗がりです。はい、ね、どのレベルの辛さって。はい、寒いので激辛で温まりたいと思います。ね、そうですね、激辛を食べて。はい、はい、温まります。あゆみちゃんこちらです。お、痛くなりますからね。桜亭さんです。あ、すごい、なんか、はい、あら、近く、とか、よく行きました。すごい、よく行きました。中学生とか高校生の時。そうなんですか？中高生の時に行った。はい、ここ待ってください。来てました。ここ本当に原宿ですか？そうです。竹になりますけれども、竹入っちゃってます。頼んではなかったです。すごい、はい、頼んでなかった。すごい、イラストとかもなんか激辛は食べてないですけど。いろんなメニューがあるんだ。はい、原宿でこんなとこあるんだ。すごい。あ、ここですね。はい、こちらです。なんか見た目、一見なんか、民家みたいな感じですけど、はい、本当にここお店なんですか？はい、そうです。こちらは原宿で人気のお好み焼きともんじゃのお店です。あ、じゃあ、入っていきたいと思います。はい、入ります。はい。お好み焼きともんじゃって激辛っていう意味ない？ちょっと想像つかないですね。だから中高生の時、よく来てた。すごい、絵が飾られてますよね。すごい、絵が飾られてます。はい、原宿を中心として活動しているこのアーティストさんたちも飾っているわけですね。へー、はい、え、すごい、なんか、はい、ずんずん行きますか。アートだな。世界観が溢れています。お好み焼きの香りする。あれ、なんか外国の方が多いですよ。
中大きいんだ。うわ、見てください。なんかあそこに襖みたいなのあるじゃないですか。え、もともとやっぱりお家だったんじゃないですかね。すごい。あ、改装してこうなったんですか。すごい。あゆみちゃん、はい、気をつけてください。あ、段差気をつけてください。ここに段差があります。気をつけてください。はい。あ、すごい。あそこにも木が生えてるんですけど、もともとお庭だったんじゃないかなって思います。本当に家だったんですかね。こっちです。どうぞ、どうぞ、どうぞ。あ、ここにも段差があります。気をつけてください。ここにも段差があります。振りですか。あ、皆さんちょっと見てください。ここにこんにちは、こんにちは、こんにちは。皆さんリピーター2人、こんにちは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 。もっと大きな声で。はい、よくできました。よくできました。はい、じゃあこっちに来ます。はい、おお、はい、すごい。座りますか。はい、でも何ですかね、激辛って。確かに。何、あとお好み焼きともんじゃの店でしょ。さあ、鉄板がもうすでに温かいですね。あ、もんじゃ行きます。ただもんじゃ。おお、もんじゃ来ましたよ。なんかもう見るからに結構やばい感じなんですけど、こちら50種類ぐらいお好み焼きとかもんじゃ焼きの種類があるんですけども、50種。今回あゆみちゃんに食べてほしいのはこの激辛もんじゃ。やっぱり初級者としてはこれ押さえておきたいじゃないですか。はい。え、何が入ってるんですか。中身、中身これですか。はい、中身はキムチ、コチュジャン、そしてこれが激辛肉。激辛肉、激辛肉なんだ。でもうまそうじゃんこれ。生放送中に焼けるのかな。はい、焼き上がりで食べて。お箸でじゃあ見てもいいですか。ちょっと、はい、ちょこっと。あまりね食べすぎると。え、そんなやばいですか。なんか見た目的にも全然普通のお肉って感じですけど。うん。なんかどて作んないと。え、このままいくの。味見。いただきます。このままちょっと味見いただきます。うん、なんかお肉の佃煮って感じ。甘辛い。あ、辛いな。大丈夫だ。大丈夫。大丈夫。あれ、ちょっと辛さがやってきました。辛さがやってきた。後から来るんだ。ねえ、これちょっと、あ、焼いてくださって。あ、これすごい。あ、豪快に。いただきます。もんじゃ久しく食べてないな。でも美味しいですよね。美味しいよね。ジュージューいますね。東京来てから思ったな。この音がいいですよね。音がいい。食欲をそそる音がしますね。はい。うん、ダメだ。さっきのお肉がまだ辛さがまだ。これ食べたいね。店員さんキレッキレですよ、ね、動きが。すごい。はい、でももんじゃ。めちゃくちゃもんじゃ食いたい。慣れてるわ。あ、もんじゃ食べたいですか。私ももんじゃ食べたい。うわ、いい辛さなんじゃないこれ。嬉しい。いいね。店員さんの手際がいい。すごい早いよ。めちゃくちゃ早いですよ。したい香り。うわ、もう土手ができました。すみません、こんにちは。ちょっと、香りが結構激しいですね。すごいですね。なんかこうやって土手を作るわけですよね。そうです、はい、すごい。だんだん広げていって薄くだんだん混ぜながら。おお、上手ですね、やっぱり店員さん、ね、すごいですね。上手です、本当。自分でやったらこう手際よくできないですね。私がしたらもう本当ぐちゃぐちゃになってしまいます。まあこうもんじゃやってる間にね、はい、うん、食べてほしいのがあるわけなんですよね。お、焼きながらもう一個食べるわけね。何、はい、ですか。今月の新作です、はい、新作。うわ、カニクリームコロッケ風のお好みで。うわ、うまそう。カニクリームコロッケ風なんでこれ持って帰れない。ねえ、どうするんだろう。テイクアウトしよう。テイクアウト。それでお腹空いてるんですけど、もう食べちゃいますか。どんなもんかと。絶対お好み焼きですよ。想像がつかないです。めっちゃ分厚いな。ふわふわか、ふわふわなった。うん、
美味しすぎてます、ね、ありがとうございます。大阪人だから分厚っ。うわーどっしりに乗ってるってことですか。すごい、どこにカニクリームコロッケ入ってる。なんでください、ずっしりしてます。辛くない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 ですね。もうどういうことかな。普通に食べる時間待ってね。熱いの食べたの。あのうわこれ肉ちょこっと食べたやつ食べたい。どうですかお味は。ん？本当だ、見た目はお好み焼きって感じなんですけど、うんうん、食べてみるとコーンといい、コーンが強いのかな、本当カニクリームって感じがしますね。そう、あの、うん、カニクリームの元が生地に練り込んであるのかな。ちゃんとこう目を閉じると洋食屋さんのあのカニクリームコロッケを食べてる感じです。そうなんです。そう不思議。全然衣で揚げてるあれではないんですけど、目を閉じるとカニクリームコロッケもソースかけたみたいな。カニクリームコロッケ風。美味しい。美味しい。ちょっと食べてもいいですか。はい。美味しいですよね。美味しい。うん。えこれ3月末まで。そうですね、3月3月末まで、うん、え皆さん早く来てください ね。これ急いで食べたいですよね。やっちゃうんだ、ま、期間限定。そろそろできてきました。食べたいな。もんじゃ行きますか。はい、あ、もんじゃできました。もう辛そうやな。ガガガっていきます。ガガガって私はガガガっていきます。あゆみちゃんはおそろそろ。どうですか。暑いの苦手なんですよ。暑いっすよ。暑いっすよ。これフーフーしてくださいね。はい、湯気がどの辺なの。あれあの裏原宿の裏原宿のかな、はい、あ向こう側だ。うん、熱いよ熱いよ。鼻にもツンときそうですね。ね、煙が辛そう。ちょっと熱いかもしれない。辛いのってね、煙辛いもん、ね、うん、わー、ね、熱そう。美味しい。夫婦して夫婦。はい。口元一瞬口開けそうだよ。わかります。俺も口開けた。いただきます。熱いいきましょう。熱いし辛いし。辛くない。どうだ、美味しい。どうしたどうした。材料が踊ってるよ。これは、うん、最初一口食べた時、もうこれ待っていけるぞと思ったんですけど、あとあと喉の方に来ます。喉に、お口に入れた瞬間は大丈夫なんですけど、飲み込んだ瞬間喉がうわーってなりました。なんだ、おいしい。何味何味。はい、何味何味。結構キムチが入ってるから、ね、そうですね、キムチが結構強くて、うんうん、あとさっきの私が食べた牛肉が結構効いてます。肉の辛さの効いてるとか辛い。でもカニクリームコロッケ風味だと甘い感じしますから、ちょっとちょうどいいですよ ね、うん、これはフードアナリストの意見も聞きたいですね。はい、ということで、そろそろ食レポ行ったもしれないですよ。キムさんありがとうございました。ありがとうございました。ご紹介してください。以上、ふわふわの中の歩みとキムソンヒデご紹介しました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいね。はい、ありがとうございました。キムさんの食レポも聞きたかった。聞きたかったですね。この時間にあれはやめてもらいたい。お腹空いた。お腹空いたら行ってたんですね、そこね。上手だったんですね。よく行ってましたね。今度行きたいな、そこは。ぜひ行ってみてください。はい。